こんにちは、ネコビットの川津です。今日はビギメカニカルシステムの使い方を具体的な配線も含めて解説します。今回はソレノイドの制御をします。ソレノイドを動かすために最小限必要なモジュールはミディスルーボックス、 MD16、 DT8、 この3つです。制御基板以外に必要なものはミディインターフェース、ソレノイド、 5V の電源、ソレノイド用電源、端子台、ケーブル各種、以上です。ではこれらを使ってシステムを組み上げてみましょう。 MD16 のディップスイッチは1番だけをオンにしてください。スイッチの詳細な説明は、MD16 の詳細説明ページで確認してください。それでは配線をしていきます。ミニスルーボックスミニに付属の、ミディコネクタ基板の4番のピンからミニスルーボックスミニのミディ4番ピンに接続します。同じように5番とミディイン5のピンを接続します。次にミニスルーボックスミニのアウトピンから MD16 のミディピンに入力します。ミディスルーボックスミニのミディアウトは、どのアウトにつないでも結構です。はい、次に MD16 のアウトプット、アウト1から DT8 のインプット1に、同じように MD16 のグランドピンから DT8 のグランドピンに接続します。そしたら 5V の電源の端子から端子台のコネクタ、ターミナルブロックにプラスとマイナスを間違えないように差し込みます。はい、こんな感じですね。次にこの 5V の電源を MD16 の制御ボードの方に接続します。同じように、こちらの 5V の電源をミディスルーボックスミニに接続します。はい、これで 5V の接続は完了です。はい、次にソレノイドの電源の 24V の電源をここから DT8 に接続します。はい、これで基板上の配線は終わりです。
したらソレノイドを DT8 に接続しましょう。はい、こんな感じですね。PC に、MIDI インターフェースを接続してから、MIDI シーケンサーのドミノを立ち上げます。ドミノの環境設定の MIDI アウトを選択して、ポート A の MIDI アウトデバイスを今接続した MIDI インターフェースに変更してください。これで OK です。ここまで準備できたら、電源を接続しましょう。そして、MIDI コネクタに、MIDI インターフェースからの MIDI ケーブルを接続すると、MIDI スルーボックスミニの、基板が MIDI 信号を受けて点滅します。はい、それではこれでもう、ソレノイドは制御できる状態になっているので、ドミノのペンツールを使ってこの、鍵盤真ん中に表示されている鍵盤をですね、一番下までドラッグして、ここの一番下のところに、ペンで何か書いてみましょう。するとですね、ソレノイドが動きます。で、このバーの長さが、オンにしている長さになるので、これを長さを変更すると、ソレノイドがオンになっている長さも変更されます。で、今これが横が時間軸なので、再生すると、はい、これでソレノイドの制御ができてしまいました。これはファイルに保存できるので、いろんな、制御をですね、たくさん増やすこともできます。もう一個ソレノイドを増やしてみましょう。ちなみにですね、この手の、接続を切り替えるときは必ずコンセントを抜くというか電源を切ってから。はい、ソレノイドを一つ増やして接続したので、ここから、今度は MD16 のアウト2のピンからDT8 のインプット2に接続します。はい、これでですね、電源を投入しましょう。ドミノの、今度はこの1個上のところですね、こちらに、データを入力すると、はい、ここに置いてみます。はい、2個目がもう反応しましたね。はい、これで2つの制御、再生してみましょう。はい、これでソレノイド、複数のソレノイドの制御が簡単にできてしまいました。このようにですね、MIDI メカニカルシステムを使うと、ソレノイドの時間軸に応じた制御が非常に簡単に、することができますので、ぜひこのシステムを使っていろんな機械をですね、動かしてみてください。ありがとうございました。